にちは。2023年10月9日です。カムイ岬を見まして、スペースアップ余市道の駅までやってまいりました。この間は229号線を走っていきます。若干海沿いを走りまして、それから内陸に入ります。細い道ですが、快適なドライブコースです。周りは木が生い茂ってます。すれ違う車もですね、少し少なめになってきますが、ここを通りましてスペースアップ余市まで、やってまいりました。この道の駅のすぐ横の方には日華ウイスキーの、工場があります。以前ここにも寄ったことがあります。観光客がたくさん、来るところです。余市道の駅、この裏手の方からその日華ウイスキーの方まで行くことができます。駐車場もつながっているみたいです。またこの道の駅のすぐ横には、宇宙センターみたいのがありまして、なんていうんですか、そこを行って、見てまいりました。ハヤブサですかね、ハヤブサのレプリカが置いてました。意外とハヤブサって小さいんだなというのが見て分かりましたけども、なかなかあのハヤブサの展示してて、すごくまあいろいろ考えて遠くまで飛ばして、エンジンのイオンエンジンが4つあるうちの3つが壊れてしまって、動いてるのがちょうど4つ壊れたんですかね、完全に壊れてなくて動いてるところもあって、それをうまく配線をつなぎ直してやったっていうことを、それもリモートでやったということですよね。ですね、このリモートコントロールのあれですごいですね。リモートコントロールでこういうことを直していける、まあ、配線を自動的に電気的につないでいくだけのお話なんですが、物理的にはできませんから、そういうふうに回路的なものを、新しい回路を電子的につないでいくということに、なるんじゃないかなと思いますが、まあ、素晴らしい技術ですね。イオン推進ということで、まあ、非常に、宇宙空間では役立つ技術じゃないかなと思いますが、そのハヤブサが展示されておりました。中に入りまして、入ってなかったですね。入場料確か500円と書いてあったんで、ああこれやめたということでやめましたね。で、横の方の物産展があったんで、そこの方は入ってちょっと、見て、参りました。余市、ちょうどこう休むとこちょうどいいとこですよね。小樽を過ぎまして、新篠津から入ってきますと、ちょうどこの石狩街道を走ってきますと、スペースアップ余市でちょうど一休みということで、ちょうどいいコースですね。そこからまた、内陸に入ることもできます。国道5号線がつながってますので、5号線を経由して、ニセコまで行って、噴火湾の方に出るというコースも取れる、ところです。リンゴで有名な余市ですね。どこ行ってもやっぱり、アイスクリーム、ソフトクリームはどこ行ってもありますが、皆さんソフトクリームを食べてるみたいですね。さほど気温が高くないんですけどね。来たら食べるんだということみたいで、皆さん美味しく食べられてるんじゃないかと思います。トイレの方は小さいんですが、若干古い、トイレになってます。駐車スペースの方も少ないですね。道の駅の駐車スペースは少ないです。トラックは入れません。乗車のみです。トラックは横の方のトラック止まることなかったような気がしますね、ここはね。ですので、夜過ごすんであれば静かに過ごすことができますが、車の出入りが意外と小さいんで、結構頻繁にあるんでちょっとうるさいかなというふうに思います。向かいの道路の方にはここに来る車しか通りませんので非常に静かです。この道の駅で何か食べれましたかね。売店があってですね、なんか、若干食べれるものがありますが、それほどレストラン的なものではありません。なんか食べるんであれば、日華ウイスキーの工場の方行きますとレストランがありますんで、そちらの方で、美味しいものを食べれて、またお土産のものですね、いろんな、変わったボトルに入ってる日華ウイスキーを、買うことができます。以前もここですね、お土産用で、買わさせていただきましたが、だんだん横着を来まして、お土産用だったら缶ジューハイでいいかなということで、だんだん缶ジューハイになってきました。初期の頃差し上げた方にはですね、この日華ウイスキーのあるような、いいボトルですね、ボトルに入った、ウイスキーですね、ブラック日華なんですが、それを差し上げてるんですが、それがなくなってしまってからだと、どうしようか、また買うのも結構お金がかかるなというふうに考えまして、それで、だんだん、缶ジューハイ、そしてビールですね。それから飲まない方もいらっしゃるんで、ジュースということで、一応冷蔵庫の中に入れてまして、お話しさせていただいて、チャンネル登録していただいた方には差し上げているということを、させていただいてますが、
差し上げたということは結構お話しさせてもらったということですね。いろいろなお話を聞かせてもらったんで、そのお礼ということで、しっかりチャンネルの方の、宣伝もさせていただいたということで動いております。今回も、3泊4日、950キロぐらいの、行程を走ってまいりました。スペースアップ用地、結構、日が当たってると暑いですよね。で、ここでも暑くても、とりあえず、オートイレ作業をやってしまおうかということで、オートイレ作業をさせていただきます。ガードマンの方もいらっしゃいましたね。3連休の最後の日ということなんで、結構皆さん、たくさんの方が来てますね。本当に手当たり入ったりしてますよね。結構、中でご飯食べることもないんですよね。せいぜいアイスクリームを食べるか、なんかしてちょこっと見て帰るんで、結構出会いの激しい、道の、駅というふうに、なってますが、ここで、一山させていただいて、それから小樽ですね。小樽運河を経由し、それから石狩街道、そして、東別道の駅で、ここでまた一休みでコーヒーですね。東別の道の駅で休んで、それから、337号を通りまして、国道12号線に出まして、三笠の道の駅。ここで今まで撮りてありました、道中の動画ですね、元動画。RGY の方の動画をアップロードさせていただきながら、車中泊させていただいて、ゆっくり、ここで一晩過ごしてるってアップロード終わるんですよね。確か、結構早いんですけど、動画の方がですね、60ギガぐらいになるんですよね。3泊4日で走り回りますと、60ギガになるんで、それをのアップロードとなりますと、5、6時間かかりますね、やはり。ですので、それをこの道の駅の早い Wi-Fi につないでアップロードということで、で、アップロード終わってから、帰ろうかなというふうに思ってます。家の方にも Wi-Fi あるんですけども、若干遅いんですよね。田舎なもんですからですね、ソフトバンクの回線使ってるんで、ソフトバンクエアーですかね、あれ使って使い放題なんですが、遅いんですよ。なんで、もう何日もかかってアップロードするんであれば、回線も専用されるし、だから、三笠の道の駅で早いところでアップロードしまえということで、この頃やってますんで、なんとか最後の日は、三笠、道の駅まで たどり着いてアップロードするという工程に、なってきてます。この次、どこ行きましょうかね、いろいろ考えてるんですけども、なかなかいろいろ、予定がですね、ボツラボツラ入ってくるんですよね。なぜ入ってくるかっていうと、ツールド北海道2023のことがありまして、結構取材とかがあるんですよね。で、どうしてもその対応で、面と向かっての対応、話ではないんですけども、メールを使ってやり取り、そして、警察の方も、もう一回事情を聞かせてくれということでまた来るんでですね、その予定と私は健康診断の病院に行ってる関係で、なかなか連続した日程が取れないというのが状況ですが、できるだけ出ていこうかなというふうに思ってます。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。一旦これで函館のこのルート、950キロのルートの動画は終わります。この後2、3日休んでからまた出ていきますのでよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。